アイドルさんこんばんは。検査食と下剤飲んでるからどう考えてもボス行くコンディションではない。なんかログインしたらさ、イカのフィギュアが立ってるんだけど、おい、俺のこのインテリアの完璧な配置が崩れたんだが、まああれなんだろうな、今日海のボス行くから、まあそういうことなんでしょう。でボス戦に連れていくのはもちろんこのムーダースレイヤーなんだけど、体力3万まで上げて攻撃力を 440% まで上げた。もう十分なんじゃないかな。あとは回復薬100個と、金属の装備の替えと飯。で、一応、ムーダースレイヤーの親も、スペアとして連れていこうか。でね、サメで来る人も何人かいるらしいんだけど、サメがね、結構バカにならないぐらい強いらしい。なんかまず、サメも群れる生物なんだけど、9体かなぐらいまで群れることができて、その時攻撃力と防御力がめっちゃ上がるんだって。で、なおかつオスとメスが一緒にいると、まだボーナスでステータスが上がるから、なんか、やばいらしい。しかも出血も持ってるらしいぞ。お!すごい、イカだー。イカテイムしたんだ。結構強いのかね。うわすげえ積み出せるんだ。野生生物に当たるとなんか見失うとかあるのかね。サメかなり持ってきてるね。やっぱり9体くらい出してめちゃくちゃ火力アップさせる作戦なのか。ただボスに出血が効くかどうかだよな。さすがに効かねえんじゃねえかな。おっしゃ、じゃあ行くよ。つかなんか、でかくない?こんな、こんなでかかったっけ?ボスだからでかいのか。まあ、一番難易度低いやつ。深海の奥底に潜り、このバイオームのマスター AI であるムーダーと戦え。このバイオームのマスター AI の名は、ムーダー。海の奥底に潜む巨大なウナギのような生物です。ウナギ?もしそれを打ち倒すことができれば、海を完全に支配したことの証明になるでしょう。ここで戦うのかな?お!おお、すごい専用マップだ!なんかダメージ無効って書いてある。深海の王ムーダーダメージ無効。なるほど、コウナギを倒す。あ、ほんとだ、いっぱい湧いてる。こいつも専用モンスターだ。こんなのいないわ。電気ウナギのでかいバージョンか。え、俺らダメージ受けてる?全然受けてなくない?これどういうシステムだ?コウナギ全部倒したら、出てくる?あー、出てきたー。でけえ、しかも竜巻あるし。おー、じゃ、誰やねん、ボス戦に竜巻起こって、立案したやつ。おー、すごーい。いや、待って、サメ軍団強くない?めちゃめちゃ殴ってるけど。 HP が49万回転した。え、なんか弱くない?なんかめっちゃ弱い気がする。竜巻がマジで邪魔すぎる。ダメージ消しそう、邪魔すぎるから。なんか思った思ってたのと違う。もうちょっとさ、かっこいい生物かと思ったら、ひれすらねえじゃん。え?あー、なるほど。え、つかなんか俺がダメージ受けてる。あー、コウナギの雷はあれなんだ。騎乗者が食らうんだ。まあよかった、回復薬100個持ってきてるから。それも特に問題ないな。あ、ムーダーいるやん。ここにいたんだ。
なるほど、コウナギを一匹倒せば倒すほどニョキニョキニョキって体が生えてくるんだ。ちょっと旋回能力がゴミすぎて全然殴りにいけん。よし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 、来ましたね、彼女が来ました。彼女ってこいつメスなんか、不細工なメスやな。さぞ婿選びに苦労してるだろう。俺が婿になってやってもいいぞ。ちなみに出血聞いてるか。いや聞いてないね、血ブシャーってね、なってないから。てか噛まれてもさ、なんか100も食らわないんだけど。雑魚ね。あまりにもいいし弱すぎない。あ、もう HP 赤くなってる。目の前から見るとかっこいい。ほら竜巻がクソみたいに邪魔してるけど。あー、ダメージ無効になった。またかよ。でもワンパターンだな。なにこれ、なんか電気の玉みたいなのがそこら辺に浮いてる。これ当たったらまずいやつか。おい、誰かのサメ襲われてるぞ。大丈夫か、狙いこいつを。あ、飛んできてる飛んできてる、雷に玉が。ほら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 、これ HP が少なくなってきたからやってきてるってことか。ちょっと、おい、旋回能力マジでゴミだ。これ殴りに行けん。よし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 、ナイスナイスナイス。この小雨どもは俺が操るわ。ほらこいつを攻撃するんだよ。よしよしよし、ムーダーが出てきます。彼女の注意をうまく引けたみたいですね。なんか竜巻でかくなった、気のせい。なんだこの雷の玉、邪魔すぎる。いや、これ竜巻に飲まれながらでもちょうどいいわ。なんかモササウルスって旋回能力ゴミすぎて、なんか後ろに下がれないから、逆に竜巻に座れながら殴るっていう味方してくれてんじゃんこいつ。で HP も一応回復していこうか。ここまでで死ぬの絶対だからな。余裕じゃん、超余裕じゃん。これノーマルもいけるな。ガンマムーダーのトロフィー、家に飾れるやつだね。ムーダーの旗、ムーダー討伐の証だって。そしたらね、なんかどうやらみんなまだ余力あるっぽいから、このままノーマル行くぜ。これさ、イージーからノーマルになった瞬間、他のミッションでめっちゃ強くなるじゃん。これムーダーマジやばかったりしないよな。さっきの見た感じ、恐竜っていうより、自分たちが食らったらね、なんかやばそう。あー、電気の色が変わっとる。しかもなんか行動も変わってない？なんかバラ撒くようになってる。あー、やっぱ俺が食らうんだ。いってー、強くなってんだやっぱり。ただ全然全然回復追いつけレベルだな。おー、電気の色変わる演出いいね。あ、もう来た。こいつのダメージがいくらかだよな。180、あー200のが食らってるわ。さすがに強くなってるな。いやー、ケツからこずきたいんだけど、モサは操作言うこと聞いてくんねえから、ひたすら真正面から殴ろう。400も食らって、あー俺が400食らってるわ。じゃあアルファだと一発2000ぐらい食らうんだろうな。でもさ、あれだよね、あの地上と違ってさ、豚で回復もできないし、ユーティラヌスで防御で攻撃上げられたりもしないじゃんね。水中ってもうゴリ押ししかできないから、そこ危ういよね、ちょっとね。なんか水中の新生物でそういうバフ系欲しいね。なんかさっきとセリフが違う、難易度ごとに違うんだ。やばい、なんか弾の数が
おい、さっきの2倍ぐらい弾があるだろう。いや、さすがにうちの、ムーダースレイヤーも3分の1削られたな。なんか、弱えなと思いつつも、やっぱり削られてんだよな。まあ、ノーマルまでだろうな。この HP 回復するの多分、何時間もかかるから。行けたらアロアも行きたかったけど、さすがに無理だな。削り半端じゃなくない？だってさっきより HP20 万こいつ多いんだよ。なのに見てよ、この HP の減りを。1秒に5000ぐらい減ってるからね。ほら、もう終わるぞ。余裕！しかもテックガントレット、テックブース、テックヘルメット。習得したエングレムがさっきと違う。よかったー。誰も犠牲者出なかったね。なんかこんなに綺麗にクリアできたの初めてじゃない？誰も犠牲者出さずにさ。なんでそれが普通のミッションでできないんだ。おお。やだっさ。だっせー。なんだこれ。なんか違くね？もっと出かければいいのに。そこら辺のシーラーカンスと変わんねえじゃんこれ。多分ね、ポーズ変えられる。おう、おう、おう。あ？これいいじゃん。なんかちっちゃいけど。なんかちっちゃいけどね。こっちの方がいいんじゃない？ちょっと待って。これだよね。これを置いてるんだよね。こっちのさ、ん？あ、これは違うか。これは違うわ。あ、剥製だ！あ、死体から剥製を取れて飾れんのね。それだ！おー、抜かりないね。剥製取ってきたんだ。でもなんか微妙だな。せっかくだからこのムーダーの旗、ムーダー討伐の証、これをさ、ここの、ほら。ちょっと、ねえ、ちょっとお前、覇気出たんじゃないか？あとトロフィーをね、飾るやつがあるんだ。これでハンティングトロフィーの台座、セメント80、地味に使うな、これ。で、台座を、ここら辺かな？ここと、この角度、これなんでこんな斜めで置いたん？ここら辺かな？で、台座に、乗っけると。ノーマルとハードじゃない、ノーマルとイージーで、それぞれ色違いだ。おお！完璧じゃない角度！センスあるわ！いや、なんか昔のね、タイタンっていうボスはもうちょっと迫力あったんだけどね。なんかこいつ、あれだな。まあ、所詮中ボスってことだな。で、さっきのボスを倒したことによって、このテックジェネレーターとかテックの箱とかテックエレメント、テックガントレット、テックブーツとかいろいろ解放されたんだけど、これをね、作るのにテックレプリケーターっていう、まあ、テックの、あの、作業台みたいなのが必要なんだよね。で、それがこのマップじゃ手に入らないと。で、俺らは最初からやってるから、もう、手に入んないのよ。だからそのアイテムだけ、あの、チートコマンドでゲットするわ。わー、手に入ったね。これがチートコマンドだ。今回だけはマジでこれ使わせてくれ。これがないと、テック装備作れないの、俺も含めみんなかわいそうだからな。この温室の隣に置いてみよう。うわー、やっぱこれだけなんかもう文明違うよなー。あ、使えねえわ。エングラム解放してないから使えないんだ、ゲットしても。じゃ、コマンドでエングラムを、あれか、取らなきゃいけないんだ。じゃあ、そしたら、エングラム取るなら、これ持ってるのズルになるから、これ捨てとくわ。あ、ゲットできた。これだ。テックレプリケーター。これだね。
エレメント100個、ポリマー800、水晶600個、金属の変更度5000個、黒真珠150個。とてつもねえなー。メンバーもエングラム取れたっぽいなー。よし、そしたら俺は明日大腸にカメラぶち込むから寝るわ。さらば。